東方新規は、ユンホとチャンミンからなる、韓国出身のボーカルユニットである。2003年に結成され、2004年に韓国でアカペラダンスグループとしてデビューし、2005年に日本デビュー。2010年までは5人組ボーカルグループで活動していたが、2009年7月メンバーのうちジェジュン、ユチョン、ジュンスの3人が、所属事務所に対する専属契約効力停止の、 訴訟を起こし、5人での活動が無期限休止され、翌2011年1月より2人での活動を再開。事務所を離席した3人は2010年4月より JYJ として活動。グループ名は東方の神が起きるという意味で名付けられたものであり、漢字の通用する中国、韓国、日本を中心に世界に広く知られるグループになるようにという思いが込められている。 公式のラテン文字表記は TVXQ。これは東方新規の中国語読みをローマ字表記したつもりのトンベファングザイオンチーの当時語から名付けられたものである。日本ではこれに代わり日本語読みのローマ字表記、東方新規が使われている。メンバーはコーラス、アカペラ、ダンスをこなし、全員がメインボーカルを担当できる形式をとっている。また、 一部楽曲では作詞、作曲、編曲も手掛けている。スタイル的には、ユヨンジンが生み出した SM ミュージックパフォーマンスを継承している。公式グローバルファンクラブの名前はカシオペアで、これとは別に日本にはビギストという公式ファイクラブもある。グループカラーはパールレッド。名前の表記と青年月日は公式サイトのプロフィールに準拠。2010年に 事務所を離席した、ジェジュン、ユチョン、ジュンスの3名は、後に、JYJ としての活動を開始した。2003年、韓国大手芸能事務所の SM エンターテインメントが、それまで、韓国アイドル界で一般的であった役割分担を廃止、メンバー全員がメインボーカルを務められる、アカペラダンスという新たなスタイルのボーイバンドを企画。自社に所属する、 練習生の中から様々な組み合わせが検討された結果、それぞれソロや別グループでメインボーカルとしてデビューの準備を進めていたジュンス、ユンホ、チャンミン、ジェジュン、ユチョンの5人が選抜され、事務所ではドリームチームと呼ばれるグループが誕生した。当時、SM 内では中国本格進出の切り札として位置づけられていたことから、 中国風の漢字4文字のグループ名と芸名が与えられ、同年12月26日に SBS の特別番組で初披露された後、翌2004年1月14日にシングル、ハグで CD デビューを果たした。デビューには総額80億ウォンに上る多額の投資がなされたが、この頃の韓国歌謡界は1990年代後半から続いていた第一次。 アイドルブームが下火となり、ピなどソロ歌手が前世を極めていたため、デビュー当初は活躍できる余地はないと見る向きが多かった。しかし、デビュー曲は SBS 人気歌謡のミューティズンソングに3週連続で選ばれ、同年末の主要音楽賞でも本賞や歌手賞を受賞するなど、予想を覆す活躍で芝叩く間に、同国のトップグループへとのし上がった。 彼らの成功が与えた影響は大きく、SS501 など他のアイドルグループの結成を流す効果をもたらして、後の韓国アイドル開催校の短章も開くこととなった。2004年3月に台湾でファーストシングルのライセンス版を発売したのを皮切りに海外進出を開始させ、同年11月にはグループ結成時からの目標であった中国進出の手始めとして現地で 中国限定の中国人メンバーを選抜するためのオーディション番組を制作することを発表した。同時期に40億ウォンを投じて日本での活動もスタートさせ、翌2005年4月には SM の提携先である ABEX のレーベルリズムゾーンから日本語曲 Stay with me tonight で正式に日本デビューを果たした。日本ではアイドル色を薄めて、 アーティスト色を強めたイメージで売り出し、また J-POP 歌手として継続的に活動するため、当時日本でブームとなっていた韓流からは距離を置いて活動をした。日本でのデビュー後、2005年9月に韓国で2週、ライジング3を発表し、同月に3室総合運動上司競技場で5万人以上の観客を集めるショーケースライブを開催。その後、 翌2006年2月にはソウルオリンピック公演体操競技場でグループ初となる単独公演。同年5月から6月には日本で初めてとなるライブツアー。翌7月と9月にはマレーシアとタイでライジングサンファーストアジアツアーと題した韓国国外では初となる大規模公演を成功させた。タ公演を終えるとすぐに韓国で三周、王体制、反、 号を発表。プロモーション中に、ユンコがファンを装った女から接着剤が入った飲料水を飲まされるという災難に見舞われたものの、同アルバムは年間1位となる30万枚帳の売り上げを記録して、同年のゴールデンディスク賞で大賞を受賞した。また、この他 MKMF では、今年の最高アーティスト賞、ソウル歌謡大賞や SBS 歌謡大展では大賞を受賞し、 韓国の主要音楽賞を制覇する活躍を見せた。TVX9 イ n p a r 2007その間、中国への本格進出は、メンバーの追加が先延ばしになるなど、事実上頓挫していたが、日本での活動は、不祥事で、ジェジュンが一時活動を自粛するハプニングがあったものの、継続的に進められていた。しかし、歌える環境が整っていないステージに立たされるなど、 デビュー後すぐにトップスターとなった韓国では、経験してこなかった歌手としての地道な活動の連続にメンバーらは戸惑いや苦々しさを感じていた。それでも、とにかく日本で実績を残してから韓国に帰らなければ、との思いを抱きながら、その後も活動を進めた結果、徐々に知名度や人気が高まり、2007年6月には日本武道館での2日、 連続公演を成功させ、翌2008年1月には、シングル、パープルラインで、初めてオリコン週間シングルランキングの1位を獲得するなどの成果を収めるようになっていった。そして、地震初の日本でのアリーナツアーと前年からソウル、台湾、マレーシア、タイ、中国で、断続的に行われていた2度目のアジアツアーを、同年6月までに終えると、 3ヶ月後の9月には日本での成功を引っ下げて、韓国でのオリジナルアルバムとしては2年ぶりとなる4、週、ミロティックを発表し、史上初となるソウル広場でのショーケースライブをもって、韓国への本格復帰を果たした。かなりのブランクがあったことから、復帰前はメンバー間に不安が広がっていたが、現地のトレンドに合わせるため、これまで東方新規の代名詞となっていた。 SM ミュージックパフォーマンスの要素を弱め、より大衆性の強い楽曲で勝負をかけたことが功を、そうしてファン層が拡大し、本作4週は市場全体のフィジカルセールスが落ち込む中46万枚を売り上げて自身二度目となるゴールデンディスクショーの大賞を獲得した。ジェジュンはこの成功を国民的アイドルグループから生まれ変わったようだと評した。日本では 2008年末に自身初となる日本レコード大賞ノミネートと NHK 紅白歌合戦出場を果たすと翌2009年3月には新たにバーニングパブリッシャーズのバックアップを受けてアルバムザ・シークレット・コードをリリースし東方新規の作品としては初めて日本レコード協会からプラチナ認定を受けるヒットへと導いたその予定を買って同年7月には 韓国出身歌手としては、ピア、リュシオンに続き3組目となるデビュー以来の目標であった東京ドーム公演を2日連続で開催し、これを成功させた。その間、日本以外でも日本での活動の合間を縫って2009年2月からソウル、タイ、中国を巡回するアジアツアーを開始した。この他、2008年末に J 順が主演映画の撮影を行い、 翌2009年7月には、ユンホや、チャンミンも、韓国で、テレビドラマへの主演が決まるなど、それまであまり見られなかったソロ活動にも、本格的に挑戦し始めた。そんな中、ジュンス、ジェジュン、ユチョンの3人が急激に関係が悪化していた、SM からの離脱を図るべく、2009年7月末、専属契約内の契約期間や、 収益配分に関する規定の不当性を訴えて、SM との専属契約の効力停止を求める仮処分をソウル中央地方法院に申請。これにより、東方新規は突如、分裂の危機に立たされた。同裁判所は残る二人に対する審議と、ファンクラブ会員への公人としての責任を、重んじるべきとして和解を勧告した。三人側は、契約内容に、 画期的な変更があるならば可能性はあるとしたが、SM 側は合意の下で更新してきた契約という立場を固守したため、調停に失敗。結局、同年10月に、同裁判所は専属契約に、公助領族に反する規定があるとして一部を任用。専属契約の効力を一部停止して、SM との契約は残るものの、本案訴訟が終結するまで3人の SM 以外での、 芸能活動を認める仮処分を決定した。この直後、ユンホとチャンミンは、東方新規を作り上げた、SM 以外で活動するつもりはないとして3人に、復帰を呼びかけたが、訴訟を取り下げることになる。この要求を3人は、聞き入れることなく、SM と決別し、同年11月から、独自の活動を開始した。このため、グループ活動は、 アジアツアーが中止になるなど a ッ e x の管理下にある日本を除いて休止状態に陥った。分裂した訴訟組、残留組双方の関係がその後悪化している旨、日本側所属事務所社長からのツイッター情報等を元に報道がなされたが、3人側が法案訴訟を提起しなかったため事態に進展が見られず、2010年に入ると、 日本でも作品がリリースされるのみでグループとしての活動は行われなくなった。そして2010年4月3日、ABEX 側が日本でのグループ活動休止を発表し、これをもって東方新規は活動全面休止に至った。その後、ABEX と独自に契約を結んで新ユニット、ジュンス、ジジュン、ユチュンを結成したジュンス、ジェジュン、ユチュンの3人とは、 対照的にユンホとチャンミンの二人はしばらくの間揃って表舞台に立つことはなかった。しかし三人の活動は新所属事務所の代表者の前科を ABEX 側がコンプライアンス上の問題とみなし始めるにあたり2010年9月に休止。また翌10月にグループ JYJ として正式に韓国での活動を始めるなど事務所への復帰の 可能性が見えない状況が続いたことから、同年11月、SM は5人での活動を断念し、ユンホとチャンミンだけで東方新規の活動を再開することを表明。同時に、一旦訴訟組についていたエーベックスも、SM との関係を再構築し、2人となった東方新規の日本での活動を支援することを明らかにした。そして2011年1月、 東方新規は、韓国で SM ミュージックパフォーマンスに回帰した歌をタイトル曲にした募集、Keep y o u ド Head を、また日本で同タイトル曲の日本語版、シングル、ホワイを発表し、新たな活動を開始した。この二人だけで東方新規の名を使うという状況に対して、JYJ の三人は事務所を離れたとはいえ我々もまだ東方新規であるとして、 遺憾を表している。加えて、ユンホとチャンミンは分裂の原因である JYJ と SM の対立が解消されるまでサイクルの早い韓国ではすでに忘れられつつあるグループを誰かが守らなければならないと二人での活動再開の事情を説明した。2013年12月デビュー10周年を記念してタイムスリップというタイトルに合わせて二人は 東方新規のこれまでの活動をファンと振り返りながら10周年記念コンサートを行った。デビュー曲、ハグからキャッチ目などヒット曲をはじめ、日本でリリースした曲、季節感のあるキャロルなど多彩なステージを披露し、ファンへ感謝の気持ちと、さらなる活動への期待を伝えた。2014年12月、TVXQ スペシャルライブツアー THST0 来マイナスを開催。 公演タイトルの t h s t 例来は東方新規の歴史を網羅する意味で東方新規とヒストリーデビュー10周年を意味する数字を組み合わせて作られた言葉であるソウル公演を皮切りに同ツアーをスタートさせた後翌15年2月から日本でも平駅前最後となるライブツアーを行った2015年6月14日にライブツアー t h s t イ,イライのアンコールコンサート THST0LI& レイライアンドをソウルにて行ったのを最後に、二人の兵役義務のため、東方新規の活動は事実上休止となった。2017年4月にユンホが除退、続いてチャンミンも8月に除退。約2年に及ぶ兵役を終了した二人は、2017年8月21.22日の2日間で、ソウル、 東京、香港を回る東方新規アジアプレスツアーを行って今後の大まかな活動予定について発表。これを機にグループとしての活動を再開した。その後、9月下旬にユンホとチャンミンそれぞれのソロ曲を韓国でリリース。9月30日からは除隊5発のライブイベント TVXQ スペシャルカムバックライブアープレゼントを開催して、 韓国と中国のファンと再会を果たした。以降は日本での活動に専念。10月25日に自身4枚目、二人体制では、初となるベストアルバム、ファインコレクション、ビギンアゲーンを発売し、11月から翌年の1月まで、日本全国5大ドームを回る、徒歩新規ライブツアー2017、ビギンアゲーンを開催して、日本のファンとも再会を果たした。 日本でのツアーが終わると、2018年3月28日に、8週、ニューチャプター1、ザ・チャンス・オブ・ラブを発表して、韓国歌謡界にカムバックした。活動休止をしていた、東方新規にとって、今回が約4年ぶりとなる本格的な、カムバックであった。アルバムは、ハンテオチャート、シンナラレコードなど、韓国国内のアルバムチャートに期間1位を獲得し、 iTunes 総合アルバムチャートでも全世界13地域で1位となった。さらにガオンチャートでも週間1位を獲得して国内外に王の期間を知らせた。5月から8月にかけてこのアルバムを引っ下げて約3年ぶりとなるアジアツアー TVXQ コンサートサークルウェルカムを行った。2018年6月8から10日にかけて自身2度目となる。 日産スタジアムでの公演を行った。同公演は2017年に開催された日本語大ドームツアーのスペシャルエディションとして行われ、3日間で22万人を動員した。同会場での3日間の公演はアーティスト史上初である。その後はアジアツアーを行いながらも日本での新たな活動の準備を行い、9月19日には再始動後初のオリジナルアルバム、 トゥモローを発売。その1週間後から10回以上33公演の日本全国アリーナ東坂ドームツアー、徒歩新規ライブツアー2018トゥモローを開催した。2018年12月26日、デビュー15周年を迎える。韓国で記念アルバム、ニューチャプターにザ・トゥルース・オブ・ラブを発売し、さらにその当日に、高麗大学のバケナギサ体育館において、 デビュー15周年記念ファンミーティング TVXQ スペシャルデーザットルースオブラブを開いてファンと貴重な時間を共有した2019年3月から7月までアジアツアーの追加公演を行ったほかソロ活動も活発化ユンホは韓国では初となるミニアルバムを発売しチャンミンはバラエティ番組に複数出演するなど 2019年上半期は韓国をメインに活動を展開した。2019年下半期は日本での本格的な活動を予定。7月末にはおよそ8ヶ月ぶりとなるシングルが発売され、11月から日本語大ドームツアーが始まることが現時点で決定している2004年11月25日に来日記念のシングルハグとアルバムトライアングルを発売。 その後、2005年4月27日にシングル、Stay with me tonight で日本での本格的に日本進出を果たす。この年のオリコン年間ランキングの順位は525位。そこから、日本中心の活動を展開した2007年春から2008年、前半の間に知名度を上昇させて、デビューから4年後の2009年には、同ランキング3位にまで上り詰めた。初めて、 オリコンチャートで1位を獲得したのは2008年1月発売のシックスティーンスシングルパワーアップルライン。その後、通算8作が1位を獲得している。このうち、どうして君を好きになってしまったんだろうは、オリコン1位のほか2008年度優先年間、リクエストランキング1位、第50回日本レコード大賞優秀作品賞を獲得、同曲で、 第59回 NHK 紅白歌合戦に初出場し、翌2009年には、チャクータフルの有料配信で、ゴールド認定を受けるなど息が長い楽曲となった。2009年には、スタンバイ U で、第51回日本レコード、大賞優秀作品賞を受賞、第60回 NHK 紅白歌合戦で披露。単独ライブツアーは2006年のライブハウス規模のツアーが最初で、 2007年には、追加日本武道館公演を含むホールツアー。2008年には、アリーナツアー。2009年には、アリーナツアーと東京ドーム公演を行った。A ネーションなどの音楽イベントにも毎年複数参加。ファンとの交流は、主に公式ファンクラブ、ビギストのイベントで行われた。マスメディアのレギュラー出演は早く、デビュー直前の2005年3月には深夜。 テレビ番組の1コーナーを担当。その後、日本中心の活動展開をし始めた2007年2月に、初めてゴールデンタイムのテレビ番組に出演し、同年4月には、初となるラジオの冠番組、東方新規ビギーションが、スタート、2009年12月まで継続する。このか2008年4月から1年間、テーマパーク、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアジア新善大使を務めた。2010年4月に活動を休止が発表され、直後に、ジュンス、ジェジュン、ユチョンによるユニット、ジュンス、ジジュン、ユチュンの結成が発表された。これにより、東方新規の5人全員が揃った最後の表舞台は、2010年1月1日の未明に生放送された CDTV スペシャル。 年越しプレミアライブ2009-2010となった。2011年1月5日に2人での活動再開の5週アルバムを韓国で発売した後1月26日にアルバム表題曲の日本語版シングルホワイを発売し日本での活動も再開した。2011年9月には2人になってから初めてのオリジナルアルバムトネを発表するホワイで 第53回日本レコード、大賞優秀作品賞を受賞。第62回 NHK 紅白歌合戦で、同曲を披露。2012年、35スシングル、アンドロイドが、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得し、シングル全作の売り上げは3 1万4000枚となり、米国の兄弟デュオ・カーペンターズが持っていた。 海外グループの総売上枚数300万2000枚を10年10ヶ月ぶりに更新し、歴代1位になった。また、2013年現在、サンシックス,スシングル、キャッチ目、イフユーアナマイナスで、シングル通算12作目主位となり、海外歌手、シングル主位獲得数の記録を更新し続けている。2013年のライブ観客動員数は2位となっており、 五大ドームツアーと横浜国際総合競技場でのコンサートを成功させ、海外アーティスト最多動員数の記録を塗り替えた。2015年4月2日、東京ドームでのライブツアー、ウィズ最終公演において、今公演を持ち、母国での兵役義務のため活動を休止することを発表。2017年8月23日、約2年間の兵役義務を終え、 活動の再開を発表する旨を事務所並びに都内の記者会見を通じて発表をした。同年11月より札幌ドームを皮切りに史上初の3度目となる5大ドームツアーの開催及び2011年以降にリリースされた楽曲全40曲を収録したベストアルバムファインコレクションビギンはゲーンを10月25日にリリースした。 2018年4月3日に YouTube において所属事務所 SM エンターテインメントはラブラインのミュージックビデオを公開したが映像中の世界地図から日本列島だけが削除されていることが発覚した。同日に SM エンターテインメントはこのミュージックビデオの CG 制作を担当した制作会社ファントシーラブの CG 編集過程に 問題があったことを確認した旨と、事前確認の不備を含めた謝罪声明を発表し、該当ビデオを削除した上で、正しい世界地図が表示されるビデオに同日中に差し替えた。2018年6月8日から6月10日、古代ドームツアーの追加公演として、横浜国際総合競技場で、アーティスト史上初の3日、連続公演を開催。 同所での公演は5年ぶり2度目で22万人を動員し、ツアー総動員数は海外アーティスト史上最多の約100万人を達成した。この最終日に9月からアリーナ東坂ドームツアーを行うことを発表。2017年の再始動後発のオリジナルアルバムトゥモローを引っ提げて全箇所24公演のアリーナツアー東京ドーム4公演。 京セラドーム大阪後公演の全33公演の東方新規ライブツアー2018トゥモローを2018年9月から2019年1月にかけて開催。2018年12月に日経エンタテインメントが発表した2018年コンサート動員力ランキングで全アーティストの中でビーズ2 0 1 8年引退したアムロナミエを抑え。 48公演128万人動員で1位を獲得した。本国韓国にはカシオペア、日本にはビギストと2つ公式ファンクラブがある。このほか韓国にはファンカフェと呼ばれる開演制ファンサイトが複数存在し、このうちポータルサイトのダウムにあるファンカフェユエルビには二0 1年現在約十七万人の会員が参加している。 公式ファンクラブ、カシオペアは、SM エンターテインメントによる運営で、デビュー2年目の2005年には10万人超の会員数を誇る規模となり、2006年には、オフィシャルグローバルファンクラブ、カシオペアに衣替えして、韓国国外のファンにも解放された。しかし、2007年を最後に、会員募集が行われなくなり、次第に、カシオペアという言葉は、 東方新規のファンの総称として用いられるようになった。そのため一般的にカシオペアの会員数として挙げられる80万人という数字には公式ファイクラブの会員以外も含まれている。このカシオペアには2008年に世界最多の会員数を持つファンクラブとしてギネスブックに掲載されたという前置きがつくことが多いが実際は ギネス世界記録の公式本であるギネスワールドレコーズの2008年度版や2009年度版にカシオペアに関する情報は一切記載されていない。もう一つの公式ファンクラブビギストはエーベックスマーケティングも運営している。2006年に設立され2010年の活動休止をもって一旦新規入会を停止したが活動再開後の2011年8月から 入会受付を再開した。日本その他音楽、番組バラエティ番組ドラマ、韓国日本その他、ありがとうございます。